はい今日は実は生誕祭で卒業発表しましまた今までは卒業とか6年間続けてきて卒業とか考えたことがな,くなかったんですよ一度も今年のそれこそ4月か5月くらいだったかなそんぐらいになんか考え始めてそうすごい今 AKB 楽しくて。 うん、きっかけはでもうんなんだろうきっかけというか、うん、なんえ難しいな,なんか考えたことなかったのに考え始めたって何でなんだろうって思ったけどでも、うん,なんでだろう今の自分の AKB の中って目標があって、まあ、それは選抜に入るってことだったんだけど、まあ、無理だけどそれが目標だったんですよ私の中で。だけど それをずっとさなんか追いかけてるわけじゃないから諦めたら良くないかもしれないけど諦めたっていうかなんていうかそういう目標はえー、難しい目標はってそれをみんなに見てほしかったのだけど今の私の状況とか立場を考えたところでずっと追いかけるのは無理なのかなって思ったしアイドルをもう諦める時期なのかなって思ったそう時期 時期かなやりきっやりきるではないかもしれないけどでもどこかで決めないとずっと私いちゃいそうだったんで <laughs> 楽しいしこの環境がすごくメンバーもスタッフさんもみんな優しくて何よりもファンの方がいてくださってすごい楽しいからずっといちゃいそうだしどこかで決めなきゃって思い出したのそう。 最初私初めてマネージャーさんに「卒業考えてるんです」って言ったのねそしたらマネージャーさんはまだ早いんじゃないみたいなまだ止めてくださったのうれしくて何回も話し合ってくださってマネージャーさんとかが。で毎回「そのもうちょっとやってみようよ」みたいに言ってくださってそんな風に思って言ってくださる方がいるんだ,いるんだったらっていうかい。 もうちょっとだけ目標に向かって頑張ってみようって思ってやってたんだよねだけどやっぱりもうどっかで決めないとダメだなって思ったから決めましたで本当はねもう8月くらいでやめる予定だったのやめるっていうか卒業する予定だったんだけどでも発表が最初は生誕祭じゃなくて普通の公演でしようと思ってたのでもやっぱり生誕祭で言いたくなっちゃってそれで 生誕祭でやらせていただきました絶対ダメだろうなって思ってたけどでもやっぱ自分のファンの方がお少しでも多くいる時に言いたかったからめっちゃ申し訳ないなって思いながら本当にごめんなさい生誕祭でやっちゃってごめんねでもさみんなの前で言い,いったかったやんあ芸能界は残りません 私は芸能界にねいられなんかそういう才能がないのでマジでなんか AKB だからって言い方は良くないけど AKB はすごい,いさせていただけたけどそんな才能もないので本当にそうなのでそう芸能界はしないしないっていうかまだやらないんですけどそうはい SNS もやりますやらない予定です予定だけどやらないと思いますそうえー、かわいちゃんの おかげで今の B 本当に嬉しいうん当にさまずさずっと好きだったから AKB のことが今でもまだ AKB ってことを信じられないっていうかあんなに好きだったグループに入れたんだって思ってすごいあれだし公演とかも楽しいしお話し会も楽しいし本当に楽しいんですよね。だから寂しいけどでも 決めななきゃいけないけだって来るよね寂しいなんか会え,会えなくなるから寂しいです皆さんとメンバーとも皆さんとも会えなくなるのが一番さそれが一番寂しいなんか目標達成できなかったとかそれとかもあるけどそれ以前に会えなくなるのがめっちゃ寂しい家族には相談家族って言ってもお母さんにしか相談みたいなのはしてないかな、うん、なんか本当に いろんな状況、状況っていうかいろんなことを考えて決めたの。なん一番はもうそういう時,時期っていうか自分の年と、年がね <laughs>、そういう時期かなって思ったのあ。もちろん違うよ。あの、違う。これだけは勘違いしないでほしいんだけど、同い年のメンバーさんとか、年上の先輩さんとかもいるじゃん。そういうのは関係なくて、自分がね、自分がその、そのかん立場、私の立場を考えた時に、 みんなメンバーさんみんななんか自分の持っててちゃんとしてるの私とかより全然だからずっとやっていけるけど私は私はどうかなって考えた時にうんって思ったの違うの人は関係ないからねそうじゃなくて自分の中でだからそう私は自分はそうかなって思ったの これで私がめちゃくちゃもう大人気ですみたいな感じだったらまだ考えなかったかもしれないけどそうじゃないからそうじゃないって言ったらしかこれは失礼だな応援してくれてる方にものすごく失礼だな違うんだけどそういうわけじゃないじゃんだからそういうのをね全部考えた時にねそう思っちゃったのそうありがとう皆さん最後までまだお支援しないでくださいねやめるまでもうちょっとだけお願いします もう他のメンバー好きになることありません本当ですかなんか嬉し、なっても大丈夫でしょうあの、そういうものは自分の心と相談ですよ。心が、あこの子いいってなったら、応援してね。失礼しないでね。お願い。まだ、ちょっともうちょっと待ってください。どこかで偶然会った時に、あってなりました。はい、なりましょうぜひ、声かけてください。私でもオーラないんで多分あんまり気づかれないと思うんですけど <laughs>、もしいたらね、あって挨拶したいです。